あとは、外国人留学生の入学試験の出願に関してっていうふうなところで、国際バカロレアとか、そういうのを持ってる人が出願できるっていうふうな話で、別に SAT とかでも出願できると思いますけどね。英語資格に関して言うと、日本留学試験の日本語、あと、英語に関しての要件があって、まあ、トフル IBT 42以上だから、まあ、そんなに難しくないかなって感じがしますね。39以上とかですね。スコア不問だったりとか。結構、なんて言うんだろう、べらぼうにすごい高い感じはしないです。うちでちょっと斡旋してるフィリピンの英語留学とかは、今、外国人の方で毎日学習会お使いの方いると思うんですけど、韓国の人とか、ベトナムの人とか、なんかそういう方でもフィリピンの英語留学って英語で教えるので、あんまりそこの部分に関しては、まあ、問題ないかなっていうふうなところはあって、そこをね、しっかりやっていくっていうのはすごい大事なところかなと思うんで、まあ、ちょっと改めて、いろいろやってみていただければなとは思います。あとは、レコメンデーションのところとかは、一般的なものとそんな変わらないですね。それぞれの試験で合格するために、まあ、どういう要素が必要なのかっていうところをちょっと一個一個押さえていければなと思います。